ダートマスはオーストラリアのビクトリア州にある町。ダートマスと名付けられた最初の集落は現在の町よりおよそ6マイル離れたダート川と三田三田川の合流点付近に1870年に建設された。主に近郊掘りを目指す人々の活動拠点としてホテルなどが設けられ、その経営にあたった2つの家族が牧場の経営なども行っていたが、 20世紀初めにゴールドラッシュは終焉を迎え、1916年に最後のホテルが廃業し、牧場の経営も1938年までで途絶えた。1972年にダム建設によって集落一帯に人造コダートマスコを設ける方針が州及び連邦政府によって下され、1973年から着工し、1979年に完成した。 こうして最初の集落の跡地はダム湖に水没することとなった。ダートマスダムはダート川が三田三田川に合流する付近に建設され、またまた川に接してマレーダーリング水系における主要な貯水地が形成された。現在の集落は1973年にダートマスダム建設の労働者たちの宿営地として創建され、1973年3月1日に 郵便局が開設された。ビクトリア州のビクトリア州河川水道委員会がダム建設に当たっていた時期には、住民の大部分はティースブラザーズ社の従業員であった。当時、の人口はおよそ1800人ほどで、122棟の家屋のほか、キャラワンの野営地三カ所、単身男性のための宿舎の区画などもあった。町には各種の商業施設や映画館、 診療所、公認の掛け屋もあり、180人ほどの子供たちが通う学校もあった。1979年にダートマスダムが完成すると、町の人口は激減し、1986年には、学校も廃校となった。今日のダートマスは、風景の美しい村落であり、定住人口はおおそ90人ほどである。また、金坊のダートマス湖、三田三田川周辺は、 高落地で、特にダートマス湖は、釣り場として知られている。ダートマスの滞在者には、漁業関係者、旅行者、今日では2カ所の発電所が設けられているダムの管理、関係者などがいる。ありがとうございます。